ストリートファイターを買ってそれで やっていきましょう。じゃあ一回買いに行きましょうね。よし、じゃあ購入っと。よし、買ったぞ。おお、結構いいな。めっちゃいい。ほう、じゃあこれで、スキンはどれにしよっかな。やっぱね、スキンはね、もうね、どんどん決めちゃって。おお、かっこいい。あ、じゃあもうね、これで来て、まあね、じゃあこれいきましょう。まあ今日の企画はね、サメに乗って遊びたいと思います。おお、昇竜拳。うい、ヒカキンももうこれ買ってるから、まあ俺も買いたいと思って買った。建築よし。まあ、ずいぶんサメがいるところがね、どこだ？まあ、サメがいるところがね、まあ、結構いいのが、スラッピーかな？よし、じゃあ、降りて。やっぱ、あっち行こう。コーラルキャッスルの方がいいかな。もうだってもう海だもん、全体絶対いいって。相手も来てないし、オッケー。まあ今日はサメ企画だから、まあね、サメ企画で行ってみましょう。サメさんどこにいんのかな。いや待てよ、まず釣りしたいな。うん、サメ企画だからな。うん、よし、じゃあ釣りがまずいる。釣り、オッケー。よし、じゃあね、これで、はい。まあサメのところにすぐ行かないとね、サメがいなくなっちゃうから。結構遠いな。まあ釣りでもしていくか。まあね、ここら辺結構釣り、あの魚がいるから、しかも釣りできる。お、サメちゃん、サメの、サメがいる。この近くにサメがいる。オッケー。よーし、じゃあサメいるから、あのね、どこらへんだ？おお、ここだ、こっち。ね、おいた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 、サメさん食ってくれ。サメいる、サメさん。オッケー、じゃあサメに食ってもらわないと。よし、ナイスー、ナイス、サメさん。へい、ジャンプジャンプ。やっぱサメが一番いいんですよね。まあここらへん、お、敵いた、敵いる、敵いる、敵いる。サメ食っちゃえ、食っちゃえ。おい、食っちゃうんだよ。オッケー、1キル。ナイス、サメ。サメってこんなんいいや。あー、じゃあね、今日は、よし、まあサメの中からあるやつを取って、それでもうビクロしていきましょうね。よし、まず君はまずここにいる運命なんじゃ。あとはね、まあ武器とか取って、
お、レアチ、レアチ、ナイス。レアチとかめっちゃいいや。オッケー。ちょっとまず、めんどくさいからこれ食って。あ、ミニポ、ミニポから最初飲んで。サメがめっちゃ襲ってるぞ。誰だ、襲ってるやつは。俺がサメ。え？わーい、サメさんひどいよ。え？逃げちゃダメなんです。逃げれません。はい、サメ。うわ、結構痛い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 。やめてやめて、サメ仲間だっただろ、お前。よし、企画でもさ、あーやばいやばい、もうサメ企画だから。オッケー。おいおい、いや危ない、いいいいいい、ずる。サメさん逃げんな。ねえ、サメのせいでもう弾ないじゃん。うわ、ないわそれ。サメそれないわ。イエーイ、もうね。まあ遠い攻撃で遠くして。あ、外しちゃった。はい。はい、オツです。はい、オスです。まあさっき乗ってたんだけども、サメの中にあるやつしか使っちゃダメなんで、あー、これしか使っちゃダメなんだよね。あー、俺の大切なやつが、あ、やばいやば、サメいじめてたからこんな罰が与えられた。やだ、俺はストームにキルされたくないんだ。だから、許して、ストーム。よし、じゃあね、もう、サメ倒したからね。お、オッケー、オッケー。裂け目フィッシュ来い。裂け目、裂け目。裂け目フィッシュ来い。裂け目。ね、早く。お、あー、ナイス。まあ、釣りで取ったやつはね、使っていいんだよ。あ、やばい。体力がやばい。やばいやばい。早く。やだ。うん、変えてる時間はないんだよ。あー。サメの罰ってきついな。よし、どんどんね。まあどんどん、まあキルしたいんだよね。でもストームがね、ストームがやだ、やばいやばい。ストームでもうえぐい。そう、もうストームなんだよこれが。わ、あともう少し、もう少しだ。もうね、あとは行っちゃいましょう。あとストーム、あともうストームさらばだ。よし、もうどんどんつって、お願い、どんどんつって、もうどんどんつって。違うの、違うの。
お、ナイスフロッパ。これでも俺は生きれる可能性が高い。オッケー、ナイスフロッパ。うわ、やだ。適当に釣って、ないわそれ。今ストーム来るとかないわ。オッケー、じゃあもうストームとはおさらばしたい。あ、69。いや、どんどん逃げて。アンチと。どんどんね。あ、違う。めんどくさい。やだ、やだ。もうここでキルされたら終わりだから。あ、沈んでいって。道路でおさらば。え？やばいやばい。待って。もう やばいんだけど。え、待って、もう終わったんじゃね？思った。やだ、やだ。まだ。やだ、まだ、まだキルされた、されてるわけにはいかない。いかない。いかない。怖っ！ねえ、無理だって、そんなの。